どうも、マルベルです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、久しぶりのこの形でございます。昔はね、顔出し実況動画やっていたんですが、いろんなことでね、やめていたんですけど、まあ先日、パワーアップ動画、まあパワーアップ動画というかね、マルベルチャンネルパワーアップしますよっていう動画、上げておりますんで、また形を変えてね、星空実況の方もやっていきたいと思います。ということで早速でございますが、お知らせ見ていきましょう。2017年8月4日の0時にまずは炎竜神装備、大天使のコア&大天使の弓装備のガチャ更新来ておりました。そして精霊修霊ですね、ラピスドラゴンに続いてルビードラゴンの方も1日1回スタミナゼロでソロプレイが追加されたということでございますが、でメンテナンスのお知らせと、あとこちらですね、3日前にこちらお知らせ上がってきまして、まあ、やっとですね、この環境というか、まあ、いつもの環境で収録できるように戻ってきたので、このタイミングでのお知らせになりましたが、予想通りみんなで大結成の開催予定ということでお知らせが上がっております。今日はここメインかなと思いますので、詳しく見ていきましょう。星のドラゴンクエストに大規模イベント、みんなで大決戦を開催予定ということで、第3回になりますね。で、今回のみんなで大決戦は前回よりもパワーアップ、そう、マルベルチャンネルもパワーアップ。開催に先駆け最新情報をお伝えしますということで、まあ、桃子、モガ将軍がね、いろいろと言っていただいてますが、今回はゾーマ、大魔王ゾーマ軍団の登場ということでございますが、ざーっといきまして、まずは変わったポイントですね。ここ日本が凍りついているぞっていうことでね、日本列島が氷河期になってるみたいですよ。氷河期到来です。いろいろとね、今経済状況、いやそんなことどうでもいいな。さっさと行きますが、大魔王ゾーマ仕様ということでね、氷漬けになっちゃうということなんですが、今回はこの大魔王ゾーマと戦うのに3つのアイテムが必要になると、まあなんかドラクエ7の流れがここに反映したのかなっていう感じっぽいというかね、石板からねアイテム収集で、そしてダンジョン開放という形が今回の大決戦に適用されるみたいでございます。まあ今までだと時間指定で突然出てきて、各地周回という感じ、各地をこう回っていくっていう感じだったんですけど、そこは変わったということがまずここに書かれてますね。で、3つの宝、各ボス、カンダタとかね、ここでね、マップ上に3つの宝のいずれかを持った敵軍が現れるので倒して入手しましょうということで、で今回は太陽の石、雨雲の杖、聖なるお守り、そしてこの3つの宝で虹の雫、こちらを作って、虹の橋を出現させるということでございます。ここにちょっとね、ちっちゃいですけど出てます。虹の橋がこう日本列島からプワーって渡って、で、ゾーマと戦えるみたいな感じですが、この虹の橋は時間が経過すると消えてしまうと。ここね、これもちっちゃいんですけど、今5時間59分っていう風に出てます。おそらくは虹の橋出したら6時間ぐらい継続するのかなっていう感じですね。で、まあ氷の剣に関してはどうなってるのかちょっとこれではわかんないんですけど、ここ見る限りは氷が溶けているので、各地クリアしていくとこの氷が凍結してるのか溶けていくのかなっていう感じなんですかね。そこはエフェクトがこう新たに今回のゾーマ仕様になりますよっていう感じなのかもしれません。なので攻略に直接影響するかどうかはちょっと不明ですね。そして今回のさらに新仕様でございます。バラモスにね、怒りマークみたいなのがついてるんですけど、怒り状態でのボスっていうのが出現するみたいです。だから各地にボスが出現していて、怒りマークがついていたら、怒りマークがついてる場合とついてない場合があるっていう感じですね。で、ついてる場合は大決戦のスタミナが多く消費されたり、さらに敵が強くなってるという感じなのと、この怒り状態の敵を倒すと、なんと、レイドイベントでも来ました。ギガ伝説級。レイドのギガ伝説級のクエストもあるということが書かれているので、この怒り状態だと、本来であれば伝説級っていうところまでなのが、ギガ伝説級っていうのが出てくるのかもしれないですね。で、さらにはこれですね。今回からはターン数ではなくて、討伐クエストの最後に登場するボスを倒すことで討伐成功となるということなので、今までは残り何ターンみたいに出ててね、ターン数以内にね、指定のボスを倒すっていうところが、ポイントを獲得するコツだったんですけど、そうではなくて、今回は、まあ、絶対ボスまで行くという感じなんですけど、じゃあどうやって報酬のこう上限があるのかというのが、この下に書いてますね。討伐評価でございます。これはね、なかなかザ、星ドラ仕様という感じでございまして、まあ、星ドラといえば立ち回りということで、立ち回りによって評価ポイントが変わると。この立ち回り評価ってことは、ついに星ドラ公式として、この立ち回りはいい立ち回りとか、良くない立ち回りとか、得点をつけてくれるということになったと。まあ、なんだか賛否両論ありそうですけど、私的には面白いなと思っております。討伐評価というところで、報酬の上下があるみたいですね。さらに今までボスをね、最終的に HP ゲージがあって、その HP ゲージを倒しきると討伐ポイントっていうのがボーナスもらえていたんですけど、今回は討伐回数報酬という形に、リニューアルされたみたいです。
こちらに出てる通り、何回以上特定のボスを倒したら何ポイントもらえますよ。まあこっちの方が分かりやすくなったっちゃ分かりやすくなったですね。もう個人個人で何回以上倒したらもうポイントもらえますよっていう形になったみたいですね。これはまあいいかなと思います。さらに他にも、バトル開始時の馬車が開くタイミングおよび待ち時間を調整したりとか、馬車を開いた時にね、特定の AI 操作できなかったのがちゃんとできるようになったよと。で、敵軍スキルに応援、今まで自分たち側なのかな、が受け入れていた恩恵みたいなものが敵も受け入れるような形に、なったみたいでございます。で、その敵の応援っていうスキルを使ってくる敵がいた場合はアイコンで表示されるみたいですね。で、出発準備画面で自分が参加している地域ですね、どっからの参加なのかっていうのが表示になったりとか、あとは討伐報酬一覧の枠が報酬によって変わり分かりやすくなったっていう感じですね。まあここら辺 AI の調整があったみたいなので、実際来た時にね、詳細確認していこうという感じですが、そしてさらにでございます。もういろんなことがアップデートされてますね。みんなで大決戦画面にモガショップがオープンしましたということで、旅の扉とつむぶえっていうのが新たに追加されるみたいです。で、この旅の扉自体は1日1回無料で、この扉を開くとどこのダンジョンにも、まあどこの地方にも自由に自分でマルチパーティーを募集することができるという感じみたいですね。で、つむぶえに関しては報酬が 1.5 倍になるというのが1日1回無料で引けるみたいですね。この旅の扉0個で、まあガチャ的な感じでね、引くと、まあそれぞれの効果、旅の扉を開くと60分間どの地方にも出現できるようになるのじゃっていうことだから、まあ単純に1日1回60分間どこでも行けるようになるって感じなんでしょうね、ここボタンを押すと。で、まああとジェムでね、それ以降さらにやりたい場合はジェムを砕くと自由に開いていけるっていう感じでしょうね。つむぶえも同じですね、自分のね、タイムスケジュールというか都合によってここの60分間ちゃんとプレイできる時とか測って調整できるっていうところはいいかなと思ってます。まあ基本的には1日1回無料で使っていくスタイルでしょうね。ここでねジェム砕いてとまではね、どうなんでしょうっていう感じで、まあ報酬次第ってところあるんですけどね、この今回のみんなで大決戦のね。そしてこれはちょっと地方的な問題がね、どうしても モガフリの件からね、いろいろ星ドラはあったんですけど、中国地方、四国地方が、まあ、合併して中四国地方という形に、表記とあと対応が変わるみたいです。あとフレンドランキングで自分のランキング位置分かりやすくなったりとか、大決戦速報の、まあ、表示箇所、上の方にね、バーンって出てきたりとかっていうので、まあ、ちょっと操作がしにくかったりっていうところもあったんで、要望があったみたいですけど、ここの調整が、はい、さらに入るみたいです。まあ、というのが、まずみんなで大決戦開催予定でございます。で、時期はね、ここに書かれてなかったんですが、まあ、ちょうどこのタイミングでのお知らせだったので、メンテナンスのお知らせがね、来ておりました。2017年8月の7日の1時から8時です。で、現在開催中のイベントが基本的には8月の8日まで、なのでおそらく7日に一旦メンテが入って、8日のイベントが終了後レイドイベントが来るような感じだと思います。みんなで大決戦のイベント準備っていう風に書かれてるんでね、さらには追加のイベントの準備、さらに宝箱福引きの新ガチャ来んのかな、どうなのかわかんないですけど、また準備入るみたいです。あとは一時停止中の画面の回収とかっていうのもあるみたいですね。さらには不具合調整でしょうか、もろもろがあるという感じでバージョンアップされますよっていうのがお知らせがあっております。で、あとは精霊襲来と1日1回スタミナゼロとか一番最初に言ってたところですね。まあガチャの炎竜神装備に関しては無料ガチャはないので、本当に狙っている方はご自分自己判断とね、自己責任でやっていくしかないっていう感じだと思いますが、精霊襲来の方はまた無課金編成でね、こんな感じでクリアできますよみたいなのを動画アップしていければと思います。またちょっと今日のね、予定、そもそもの予定としては、まあ、やっとこの普段の環境に戻ってきたっていう話をしてましたけど、そのまでの経緯を、どういう感じだったのかなっていうのをお知らせする動画をアップする予定だったんですけど、急遽ですね、まあ、予定が変更になったというかですね、もともと重大発表でいつになるかわかんないって言ってたやつが、もう近日中に発表できることになったんですよ。なんでちょっと予定をこう組み替えて、今回は、まあ、星空のね、ここ2日、星空の実況動画上げられてなかったので、星空の実況上げて、で、今までの経緯の前にもう先に発表。だから明日ですね。それかもう、今日の7時以降、うん、今これ収録と編集また遅れてるんで、7時過ぎちゃってると思うんですけど、今日の深夜とか夜とか、まあ明日かな。うん、8月の5日に重大発表できるかもしれません。でも、なるべく早くやりたいんですよね。だからできればそうだね、今日の10時の収録、ホットマンとの一緒の収録のところで撮っちゃいたい。ですぐ上げたい。だから今日だ、今日2本出しだ今決めた今日はだから10
10時以降ですね、間違いなく。まあ11時以降かな、12時ぐらいになるのかな。まあ今日の深夜帯になるかもしれませんが、その重大発表の方のお知らせをさせていただきます。そしてまあそこまでに至った経緯みたいなので、おまけ動画みたいなのでね、プラス実写動画が上がると思います。随時星空の実況とこの実写動画とね、あとはホットマンさんのカシータの方ね、早速皆さんからご反応をいただいてるみたいでね、ホットマンの実名とかも出ちゃってるんでね、ホームページにね、興味ある方はぜひ見てみてください。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。